わっ、惜しい。今は座ってなかった。あれ、いや、やった。いや、触れくる、何もやった。なる。あ、そのあと追いかけて、追いかけちゃうと。わあ、惜しい。左。今なんか左出すからだったら右に持ち帰るよ。左は蹴れないんじゃない。こういう感じ。ああ、俺みたい。俺もそうだ。ちょっとパー離れ早くしてほしいんだよな。でも。この前のやつからだいぶマシになったことか。あ、そうそう、ベスタでやっててマシになったと思うけど、パスするようになったもん。あ、ごめん、今俺ヨッサンの話してた。あ、ヨッサン、フォロー、フォロー。いや、もうちょっと思いっきり触らんともらえんぞ、今の。お、ナイスト。オーケー。いいシュートやん。狙ってんのか、一応。パスのつもりだったよね、多分。おお、ナイスラン。お、チェーうまくなったの。ああいうトラップが。これで周りやってれば。オレアドールのさ、インナーでさ、うん、ショップ限定の超かっこいいやつだった。ここ限定、うん、ゴレアドールストアってあるんだけど、ここにゴレアドールってついてて、それは普通なんだけど、ここの後ろにね、ドクロマークがついてて、あと背中にもでっかいドクロが書いてあるの。インナーだから見えないけど。あれはかなり昨日衝動買いしそうになった。踏ん張ったけど、こっちですよ、うん、こっちで寸前だ。昨日ね、商品用に、まあ今度のポカップで使うかどうかわかんないけど、フレアドールの白の花柄のプレシャー使った。花柄のプレシャー、うん、お、出ててさ、かわいいやつ、いいね、女子用、女子用だな。あとソックスを2つ買っていた。ソックスはいつでも使えるから。ラスト。
はい。